ニューロンドンの位置グロトンはそのすぐ東グロトンハイツの戦い、グロトンハイツの戦い、A、バトルオブグラーテンハイツ、または、グリスウルドトリデの戦い、A、バトルオブフォートグリズバルで、稀に、グリスウルドトリ出虐殺、A、フォート。グリズバルでまさかは、アメリカ独立戦争の終盤1781年9月6日に、 ウィリアム・レッドヤード中佐が指揮する、コネチカット国民兵の小部隊と、ベネディクト・アーノルド准将とエドマンドや中佐が指揮する、イギリス軍の大部隊との間で戦われた、戦闘である。イギリス軍の北アメリカ総司令官ヘンリー・クリントン将軍は、アメリカ軍、ジョージ・ワシントン将軍の軍が、バージニア国にいる、イギリス軍。 チャールズ・コーン・ウォリス将軍の部隊に向かって抗軍するのを牽制するためにベネディクト・アーノルドに命じてコネチカットの港町ニューロンドンを襲撃させた。この襲撃そのものは成功したがイギリス軍がニューロンドンとはテムズ川向かいのグロートンにあるグリスウルド取り占領に向かったのに対しコネチカットの民兵隊は頑強に抵抗した。 攻撃側イギリス軍の指揮官数人が戦死し、守備側も砦が落ちた時に戦死、負傷あるいは捕虜になった。イギリス軍の被害が大きかったので、そのことでアーノルドは上官から批判された。この戦闘はアメリカ合衆国北部では最後の主要な戦闘となり、南部のヨークタウンでイギリス軍が降伏し、アメリカ側の大勝利になったのはこの6週間後だった。 コネチカット区にグロトンの街は1655年以来もともとニューロンドンの一部だった。ニューロンドンとはテムズ川を挟んで対岸ロングアイランド湾の北岸にある。グロトンは重要な軍港でありニューイングランドの海岸線では最大級のものになった。1705年に公式にニューロンドンと分かれて別の街として自治体化された。アメリカ独立戦争の間、 この港は、アメリカ側の海軍作戦の主要中心であり、イギリスの船舶に対して、死略船の活動で大きな成果を上げていた。しかし、比較的守りはお粗末であり、ニューロンドン側にあるトランブル取では、内陸側は解放された、掘ル以上のものではなかったの対し、グロトン側にあるグリスウルド取では、より堅固で、ほぼ正方形、周りに溝を掘り外に、 いくつかどもりの防御施設を置いた両方が大使作りの砦だった。どちらの砦も通常はいくらかの砲兵を含む民兵の小部隊で守られており地域全体の守備をウィリアム・レッドヤード中佐が指揮していた。これらの砦は常に物資や装備が不足がちだった。トランブル砦の場合は砦そのものが観光していなかった。 グリスウルドトリデの構造は完成していたが、イギリス軍の攻撃に耐えるためには、火薬、砲弾、食料及び人員が十分ではなかった。1781年8月、アメリカ大陸軍のジョージ・ワシントン将軍は、バージニアで、チャールズ・コーン・ウォリス将軍の指揮するイギリス軍を撃破する機会が訪れたと認識した。ニューヨーク市にいる。 イギリス軍の総司令官ヘンリー・クリントン中将を欺くために様々な策略を使いながらその軍隊をニューヨーク地域から南に動かし始めた。クリントン将軍は9月2日に騙されていたことを認識した。コーンウォーリス軍を援助するために急な動員ができず、ワシントンがニューヨーク周辺に残した大陸軍に対応するために 自軍の多くを割いて派遣する気持ちもなく、ワシントンの注意を引くために、コネチカットに襲撃部隊を派遣することに決めた。クリントンはこれを襲撃として計画しただけだったが、ニューロンドンを高級的に占領できれば、ニューイングランド内陸部へ進行するための基地としても、使えると考えた。クリントンは、その襲撃部隊の指揮官に、 コネチカットのノーウィッチ生まれのベネディクト・アーノルドを当てた。グリスールド・トリデの平面図、ベネディクト・アーノルドのスケッチイギリス軍が集めた部隊は2個大隊に分けられた。第1の大隊は、エドマンドや中佐が指揮し、第40及び、第54不評連隊と植民地のロイヤリスト、連隊である、コートラント・スキナーのニュージャージー主眼兵連隊で構成された。 第二の大隊はアーノルドが指揮し、第38不評連隊と、ロイヤルアメリカン連隊や、アメリカンリージョンと呼ばれる、アーノルドの出身地の連隊を含め様々な、ロイヤリストの部隊で構成された。この遠征部隊には100名のヘシアン両兵、少数の砲兵、6ポンド砲3門、榴弾砲1門も含まれ、そのすべてが2つの大隊で分けられた。これらの部隊は輸送船に乗り、 9月4日に後頭艦、HMS アンフィオン上艦のジョンベイズリー大将が指揮する小さな武装戦隊に護衛されて出航した。この戦隊はニューロンドンの西約30マイルに停泊して最後の準備を行い、9月5日遅くにニューロンドンに向けて航行し、アーノルドの作戦によれば夜間の上陸を目指していた。しかし、 逆風のために9月6日の日が差してからやっと港に到着することになった。その早朝にグリスウルド鳥でチュートンの士官、ルーファス・アベリーが船体の到着を指認した。朝の3時頃、諸行が見えて、船体を目撃するや、いなや、灯台の川ずかな距離に現れた。この船体は32隻の艦船からなっていた。私は即座にそれほど遠くにはいなかった。 グリスウルド砦の指揮を執るウィリアム・ラザ・ム・タイに伝言を送った。彼は、間もなく、砦に現れて帰戦隊を見て、即座に港湾とグリスウルド砦及びトランブル、砦全体の指揮を執るウィリアム・レッドヤード中佐に、中心を発した。レッドヤードは、この警告を受け取った時に、ジョナサン・トランブル知事と地元の民兵隊指揮官に、イギリス軍の到着を知らせる伝令を送り、 グリスウルド砦の防御を手配するために砦に行った。グリスウルド砦の大砲が2度発砲されたがこれは敵の接近を知らせる信号だった。しかし、イギリス軍の艦船のうちの1隻から3発目の砲弾が発せられ、この信号の意味を戦勝した友軍の到着を意味するものに変えてしまった。この信号の混乱で民兵隊を集めるのが遅れることになった。 1781年のイギリス軍の動きを示す地図9月6日の日ので1700名のイギリス軍聖機兵が河口の両岸に上陸した。町の住人は町を明け渡す以外になす術もなく港の船舶数隻も上流に脱出した。アーノルドが指揮する800名の部隊はニューロンドンで何の抵抗にも合わなかった。シャプレー大尉の指揮する トランブルトリデの守備隊23名は、レッドヤード中佐の残した命令に従い、一斉射撃を行った後に、大砲を使えなくし、ボートに乗って、対岸のグリスウールドトリデに渡った。シャプレー隊の7名が負傷し、ボートの一隻は捕獲された。トランブルトリデの占領に、アーノルドが送った、文献隊は、アーノルドの証言によれば4名、ないし5名が戦死、または負傷した。 アーノルドの部隊は続いて町に入り商品や海軍軍需品の備蓄物の破壊に取り掛かった。アーノルドの出した命令により町の大半は無傷で置かれるはずだったがアーノルドの知らないところで大量の火薬を備蓄していた倉庫が少なくとも1個燃やされた。そこが発火すると続いて起こった爆発のために周辺の建物に燃え移った。この火事は 間もなく抑えきれなくなり、143棟の建物が、海人に返した。風向きが変わって、港にいた数隻の船舶も上流に逃げられなかった。一方、テムズ川の東岸に上陸したエア中佐の部隊800名は、深い森林や小宅地のために遅れていた。最初に上陸した、正規兵に続いて上陸した、ニュージャージーのロイヤリスト部隊は、 デコボコの土地を通って、大砲を運ぶ困難さのためにさらに遅れ、襲撃に参加できなかった。12歳の少年ジョージ・ミドルトンは、ロッドヤードの民兵が迅速に集結する様子と、また午前10時半から11時の間に行われたと、記録されるイギリス連隊の上陸を目撃した。別の師団が川の東岸に上陸した、エア中佐とモンゴメリー少佐の指揮する部隊だった。 この師団は森の外れに出た。砦からまっすぐ東に引いた線のやや南だった。ここでその師団は停止し、モンゴメリー少佐がベックウィズ単位に急戦の旗を持たせ砦に降伏を要求する使者として送った。レッドヤード中佐は旗を持たせた死者を送りベックウィズに合わせた。このアメリカ機を持った死者は、レッドヤード中佐は、 最後の最後まで砦を守るつもりだと答えた。アーノルドはエアに砦占領を命じた時に容易に、それが達成されるものと考えていたが、砦の備えを見ることのできる突端に来てみると、砦のダッシュが容易ではないことが分かった。砦を占領する理由の一つが、上流に逃亡するボートを阻止することであり、逃亡したボートはすでに砦の下を過ぎてしまっていたので、 アーノルドはエアを呼び戻そうとしたが、伝令が到着する数分前に、戦いの火蓋は切られていた。エアは、民兵隊が降伏しなければ、いかなる慈悲も見せないと脅す2番目の旗を送っていた。レッドヤードの反応は前と同じだった。ただし、部下のうちの何人かは取り出を出て、外で戦うべきだと主張してもいた。エアは2回目の旗の使者が戻った時に取り出に対する、 全面攻撃を開始した。レッドヤードの民兵隊にいたスティーブン・ヘンプステッド軍曹は彼らの要求に対する返事が返された時、敵はすぐに行動に移り、急速に塊となって前進してきた。彼らは狂ったように突進し、南西の両方とその反対側に同時に攻撃を仕掛けた。と回想した。イギリス軍が溝に近づくと武道団の砲撃に、 アイオークが死傷した。これで短時間イギリス兵を蹴散らしたので、イギリス軍は二つの部隊に編成し直された。エアが一つの部隊を南西の両方に導いたが、アメリカ兵の砲撃で、その攻撃が跳ね返され、エアとその多数人の士官が重傷を負った。ウィリアム・モンゴメリー少佐がもう一つの部隊を率いて、砦出のすぐ東にある放棄された捕類に向かった。 そこからは溝を横切って塁壁に取り付いた。この部隊は、激しい抵抗にあっても両方ダッシュしたが、モンゴメリーは、中堅の位置付きで即死した。モンゴメリーの部下がついに中から門を開けることができ、イギリス兵は、砦り出の内に流れ込んだ。レッドヤード中佐は、砦が破られたことがわかると砲撃を止めさせ、その場での降伏に備えさせた。 次に起こったことがその後の議論の対象になった。現在残っているこの事件に関する最も詳細な証言はアメリカ側のものであるがその語るところはかなり守備一貫している。その証言によればイギリス軍はレッドヤードが降伏の印を見せたにもかかわらず銃撃を続け守備隊の多くが虐殺された。グリスルドトリデのルーファス・アベリーはその証言で 私は、取り出の通りには、敵兵が少なくとも500ないし600名がいたと思う。彼らはできる限り早くほとんどすべてのものを殺し、傷つけた。と書いていた。ジョナサン・ラスバンは、レッドヤード中佐が、イギリス軍のある士官によって、自身の刀で冷血に殺された様子を、下記のように叙述した。彼を殺した、人出なしは、近づいてくるときに、 誰がこの鳥の指揮官だと叫んだ。レッドヤードが、私だ。しかし今は、あなたが指揮していると立派に返答し、その刀を渡すと同時に、その冷酷無常な悪党がそれで、彼の胸をついた。ああ、強純し降伏しようとしている分別ある、気高い心の主観を殺そうというのは、地獄の悪意か狂人か。ある証言では、 イギリス軍のジョージ・ベック・ウィズが、レッドヤード中佐を殺したとしているが、別の証言では、モンゴメリー少佐が戦死した後で指揮を引き継いでいた、スティーブン・ブロムフィールド隊が殺したとしている。スティーブン・ヘンプステッドは後にこの流血シーンを、今目の前で起こったことほど残忍でフラチな、虐殺シーンはなかった。敵は、なお我々に発砲を続けており、 自分たちが吹き飛ばされる危険性にあるとわかると回想した。ルーファス・アベリーはそれ以上マスケット銃の発砲が続くと砦の中の火薬庫が発火するかもしれないと考えられた時に攻撃が中止されたと考えていた。アメリカ側の証言と歴史的説明によりイギリス軍の挙動を説明するいくつかの可能性が挙げられている。戦闘中砦の旗は ある時点で撃ち落とされたと考えられている。旗はすぐに再形容されたが、攻撃側の何人かはそれを降伏の印と解釈した。この時に取り出に接近したイギリス兵は少なからぬ損失を受けた。イギリス軍の指揮官が戦死しあるいは負傷したことに、対する怒りとこれが結びつき、レッドヤードの正式の降伏を無視することになった。いくつかの証言では、 砦の一部にいたアメリカ兵が、レッドヤードの降伏に気づかず、戦いを続けたので、イギリス兵も戦い続けたというものだった。当時のイギリス側歴史家は、降伏の後に起こった殺戮について、言及していなかった、アーノルドの遠征報告書以上のものを、報告しなかった。しかし、歴史家のウィリアム・ゴードンは、その1788年に表した。 独立戦争の歴史で、砦が襲撃される前に、アメリカ側の戦士はハンダース以下であり、抵抗が止んだ後に厳しい処刑が起こったと報告した。イタリア人の歴史家は1809年に、攻撃者は抵抗した者と同じくらい降伏した者も、も虐殺したと記した。グリスウルド砦の虐殺は、グロトンとコネチカットの歴史で、最大級の悲劇になった。 独立戦争の終戦前に北アメリカにおける最後期の勝利にもなった。ニューロンドンが受けた被害は大きなものであり、その損害額は50万ドル近いと推計され、100近い家族が家を失い、公共建築物9棟とウォーターフロント大半が破壊された。イギリス軍はグリスウルド砦を破壊するために火薬の道をつけて火をつけたが、 勇敢な民兵が砦に入ってその火を消した。グリスウルド砦の殺戮で数多いアメリカ兵が死んだ。グロートンガゼット紙は損失が約150名と報じた。ジョージ・ミドルトンのような生存者の何人かは脱出したが、スティーブン・ヘンプステッドなど他の者は捕虜になった。ヘンプステッドは虐殺後、彼らは我々から、 すべてのものを取り上げ、文字通り裸にした。と語った。負傷者の中にいたヘンプステッドは、他の多くの捕虜と共に馬車に乗せられ、イギリス戦隊のところまで連れて行かれた様子を記した。その馬車は丘を駆け下るままにされ、木に当たって止まった時に何人かが投げ出され、その傷を悪化させた。後に、ベネディクト・アーノルドは、イギリス兵48名が戦死し、 145名が負傷したという報告書を提出した。クリントン将軍はアーノルドの勇気ある行動を称賛したが、高い損失率については不平を言った。グリスウルド砦に派遣された部隊の約25%が戦死、または負傷していた。あるイギリスの批評家はこの戦いが、 バンカーヒルの遠征のようだったと記し、また多くのイギリス軍人はアーノルドが報告された、殺戮を防げる場所にいなかったとしても、グリスウルド取り出で起こったことについて、アーノルドを非難した。アーノルドは続いて、フィラデルフィア襲撃のための遠征を提案したが、10月下旬に、チャールズ・コーン・モリス・ミサオ軍が、ヨークタウンで降伏したために、そのアイディアはついえた。 トランブルトリデとグリスウルドトリデの場所は現在修立公園になっている。ただし両トリデに19世紀に本質的な変更が行われた。グリスウルドトリデにはこの戦闘を記念するために1820年代の建てられたグロトン記念碑がある。どちらのトリデもアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ありがとうございます。